準備は終わった。団長、みんな！ヒラメクの雷を、憤怒を叫べ。ユースティス、もう一発だ。ああ、エムブラスクの剣よ。ベオ、何やってんの。強引なやつ。落雷を受けて自らを命の危機にさらし、エムブラスクの力を引き出すなど。お前が下手に褒めるから調子に乗ったな。さすがは癇癪玉だ。敵の首を飛ばしたことは評価するが、あえて本人には伝えん。そうしろ。朝廷の銃2発よ。元気いっぱいの鬼神が相手だ。どうせ私の力は無効化されるだろうが、ほんの一瞬の時間稼ぎをさせ。それじゃあ行きますか。ああ、それで私がとどめね。いいだろう。大釜アルサラブよ、力を示せ。両腕のガードが崩れた。狙うは一点。ベアが開いたあの傷。アルベスの槍よ、力を示せ。ボロボロに折れた剣が出てきたけど、これがこいつの核。敵の体が朽ちていく。なら、また復活されても厄介だし。もう月からは何も落ちてこねえみてえだけど。そうかもしれません。月に住まう者たちはこの拠点の破棄を決定した。てめえ、彼らが入力した命令に従ったまでだ。詫びる代わりにこの体から伸びる管を切ってはくれないか。それはお前の生命維持に使う機械では。私はとうの昔、白空戦争で死んだのだ。それを月に住まう者たちの技術で無理に動かしているに過ぎん。死んだ体で長々と過ごすのも少々苦痛でな。ならば朽ちるのを待て。自殺に手を貸す義理もない。だろうな。ただでとは言わんよ。一つ情報をやろう。ただしそれは、この管が切れて私が死ぬわずかな時間にしか話せん。さあどうする。管を切って一つ情報を得るか否か。そうだな、気空団を率いている君、団長と言ったか。選択は君に任せるよ。選ぶがいい。そうか、残念だ。ならばここで朽ちるのを待つとしよう。さらばだ君たち、もう私と会うことも戦うこともあるまい。残念だ。二度目の白空戦争をこの目で見ずに済むと思ったのだがな。私の戦争は
いつ終わるのだろうか。ん？どうした？なんか物。来い。ちょ、いきな。危ないところ。月から奴らが落ちてきた衝撃で。うわ。じゃあさっさと退散した方が良さそうね。急進派はグローノス紛失を糸口に我々武器の契約者を主力から引きずり下ろそうとしていたが、先の戦いでお前たちが新設部隊の危機を救ったことから考えを改めるようだ。グローノスはどうなった？後々鬼神に関する研究をするため幾重にも封印を重ねて保管。私たちはまだこの武器を使ってていいんですか？この中の誰かの武器がまた鬼神に化けたりしたら大変なことになるもんな。今のところ他の者には鎧チキンに起きたような予兆がない。問題ないだろうという見解だ。そうですか。何なのよ私たちの武器って。聖少女を倒すことで力を得る、または魂の記録を取る、そしていずれ鬼神化する。今分かっているのはそれだけだな。どちらにせよ敵、いや月に住まう者どもが戦力を送り込んできた以上、その対抗手段となりうる武器を簡単には封印できん。てか私たちが今まで見てた月って何なのよ。空の向こうにある島ってわけだよな。お月様とか呼んで深く考えたことなかったけど。島ではない。説明が難しいが機密に当たるため改めてな。ただ今確実なのは敵はあそこから送り込まれてきている。俺たちを脅かしかねない新設部隊と今後力を合わせる必要がありそうだ。ああ、敵の思惑で9つにも分かれた組織の派閥もどうにかまとめていかなければな。これに関しては事の進展があり次第追って報告しよう。イルザ教官は上層部に近い立場なのに。何もいたずらに死なせるために貴様らを鍛えたわけではない。さてついでに聞いておきたいことは、なんなら相談も受け付けるが。今回結構出費がかさんだんですけど、これだけ危ない目にあったんだから特別ボーナスとかはないんです？上に掛け合っておく。だが期待はするな。はーい。他にはボザロゴ？実は気になっていることがある。俺の中に違和感が生まれた。違和感？この体がどうなろうと構わないと思っていたはずが、今は違う。今も傷の痛みは感じない。だが傷を拒む気持ちが生まれた。何かが変わり始めている気がする。消した苦痛が別の形で蘇ったような。うん、それはいつからだ？正確にはわからん。自覚したのは団長たちと出会ってからだ。しかしおそらくその前からもそれはこの戦いでより強くなっていった。お前たちに救われた時や、そして新しい大釜を受け取った時。大釜？これを受け取った時。は？大釜の作り手にだ。知り合いだったのだが、俺がグローノスを失ったことを知り、絶対に死ぬな、また必ず会いに来いと言って泣き始めた。それ…いや、それほど多く顔を合わせたわけではない。ほう。なるほど。お前の中にある違和感、それはおそらくお前が周囲を仲間として受け止めることができた証拠だ。お前が傷を負って悲しむ仲間を見たくはないと。そうか。で、ちょっと詳しく聞きたいんだけど。私もだ。鎌の作り手は男か女か、そして年齢は？
女だが、年は確か20前後。名をアルメイダという。ほう。そうか。やっぱり女か。あんた、なかなか隅に置けない。私の知らないところで、飛んだ戦果を上げていたものだな。うん。ん？知らん。で、戦いが終わって、その子には会いに行ってあげたの？ああ。この大釜の礼を言いに、工房へ足を運んだ。その後は？帰ったが。はあ？ヒルダさん、こいつ全然ダメですよ。食事にも誘わないとか。ああ。教官として一つ教育してやる必要がありそうだ。何を言っている？